ちらはレリルのフラップブラウスになります。こちらはレリルならではのこのハイテクブラウスになっておりまして、まずドライ加工ですね。汗をかいてもすぐ乾く、ちょっとこう濡れても洗濯してもすぐ乾くというレリルのハイテク素材を使っております。でもちろん防シワなのでシワになりにくいです。もう着ていてもシワになりにくいので、とてもレリルのブラウスは本当に着やすいんですけれど、さらには UV 加工ですとか、ちょっとこういったストレッチが効いているので、本当にベーシックなんですが、とても着やすいシャツになっております。こちらちょっとスタンドネックになっているので、きちんと感もありますので、これからちょっと春に向けての行事ごとなんかにも少し持っていきやすいブラウスなるかなと思います。でこういったちょっと、こういう重ね風のデザインがあって、まあ、白はちょっとこう透けにくいっていうさらに嬉しいポイント感もあります。でこういったサイドカットもデザインが効いているので、もうほんとシンプルなパンツに合わせていただいてもいいですし、このシャツをベースに、ベストですとかカーディガンですとか合わせやすいアイテムになってます。でこの上にもうニットをスポッと重ねて着ていただいても可愛いと思います。本当にベーシックに使いやすいです。とこちらが、ブラックとのお色違いになりますね。ブラックもすごくフォーマルにも持っていきやすいデザインになっていますので、こちらも使いやすいシャツになっております。